良い土の条件、八つ目。これは、酸性とかアルカリ性に土が偏っていない土と言われています。植物によっては酸性の土を好んだり、アルカリ性の土を好む植物もいるんですが、大概の植物は、pH5 から7ぐらいが、元気に、まあ、弱酸性ぐらいですね。人も弱酸性とかね、言っていますけど、pH5 から7程度が良い土とされています。これがね、なぜそれ以上でもそれ以外でもダメかというと、特定の栄養分の吸収ができなくなっちゃうみたいです。そうすると、さっきね、ご飯がうまく食べれないと元気がなくなるよって言ったんですが、生育がちょっと悪くなってしまうようです。pH5 から7。植物のね、土買ったら裏にこう酸度いくつっていうのが書いてあったりするので、それを参考にしてみてください。大体その前後で書いてあるかと思います。この5から7っていうのは、どの植物もまんべんなく養分を吸収できる値になってます。酸度、アルカリ、ちょうどいい中間ぐらいっていうのがいい土の条件。4つ目です。